どうもフルコンでございます。皆さん突然ですが、ゴーストフェイスのスキンはどれを使ってますでしょうか？僕はね、このクラシックゴーストフェイス、真っ黒の装束に真っ白の顔、これがかっこいいなと思ってずっと使ってたんですよ。だけどね、この間生放送でこのスキンに顔だけ血まみれにして使ってますみたいなコメントいただいて試してみたんですよね。でそしたら結構この顔の部分がくすむからさ、普通に覗き込みするときに見えづらい、生存者から。つけ回しもやりやすいっていう利点がありましてですね、そう、見た目の好みの問題かなって思ってたらそういう利点があったんですよ。で顔をどれに付け替えたら一番ええかなって探してたんですよ、その後ね。ほんだらね、このカカシゴーストフェイス、これ全然見えへん、生存者からカスタムで見た感じなんで、これがね僕最強スキンじゃないかなと思うんですよね。まあ、体の部分はこの真っ黒でもいいですし、血まみれとか通常とかでもかなり見えにくい色にはなってるんで、まあそれでもいいかなとは思いますが、やっぱね、真っ黒かこの僻地の装束、まあ、この辺がかなりくすんでて周りの風景にも擬態できるんじゃないかなと思います。というわけで僕の大好きなね、このクラシックゴーストフェイスの装いに顔だけかかしにして試合をやってみようと思います。どうぞ。コールドウィンドファーム、トーメントクリークにてかかしのゴーストフェイス、そしてクラシックの装いのゴーストフェイスでやっていきます。さあ、パーク構成とかアドオン構成は生放送でやってたやつなんですが、この運転免許証のアドオンでなんか今人おったよ、はい、こう凝視してワンパにすると発電機が封鎖され、さらに 20% 後退、めっちゃいい。しかもふわーおるものつけてるからスプバがあったとしても逃げられないと。これ嫌でしょう。さあ、戦慄で発電機が閉じて不協和音で向こうが反応しているので、向こうまでまた凝視しに行きたいですね。でもう一個のアドオンでこの回復早くしてます。ゴール街のマッチやっけ、これね、コモンアドオンやけどゴーストフェイスの中ではかなり強アドオンなんですよね。あ、気づいたか。できたらイタチも入れたいね。ちょっとイタチ持ってきてみてます。ふっ、いいよ、ズバーン。しかも不安を煽られてる、完璧。よっしゃ。めっちゃいいっすね。で結構2人で回してたから進んでんねよ、ここなんで、ここ釣ってる間に免許証のパッキングが終わってればイタチも入れたいな。あ、そっか、もう交代してんねよな。そうか、イタチは入れられないわ。さて、救助してそのままその発電機やるかな、どうだろう。こう、まあ、やらないか、さすがに。はい、あそこ行くべ。やってる？やってないな。あの奥かな、救助入って、あの奥の2台の発電機あたりやってるかな。いる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 。さ、カサカサなんねよな。いや、おらんか。で、ここか。はい、と。レナートさんがいる。よし。半分。はい。よし。いいよ。もうどんどんしちゃおう。はい、踏んで。よし。こういうフェイントが効くんよな。向こうが回ったかなって思ったやろ。よっしゃよっしゃ、いい感じで戦律。戦律地味にいいよな。はい、あー、あそことあそこやってんねんな。そこにイタチ入れたいな。さあ、まっすぐ向かっていくとバレるから、ちょっと少し遠回り、これぐらいからくるっと回っていったら無理かな。やってんね。お、これいいや。よし、オッケー。で、イタチ入れればいいもんね。はい。はい、イタチで交代。怪我人やったら別にスパンさせる必要もないもんな。めっちゃいい感じに構成が決まってるぞ。ああ、そこ不協和音か。これね、まっすぐ行ったらバレバレやから、ちょっとこっちからぐるっと回っていきましょう。もう一回スパンしたいよな。
いや、暴れてんな。ドン。意味ない。怪我人やし。寸止めにしといたかったね、今の。だけど、ゴメグが言ってんだよな。よし、OK。これは釣り交換っすね。あ、まず板あるわ。よし。これはオフレコかな。声聞こえないよね。ほっとこう。よし。で、戦慄。ここは交代したまんまで。はい。そこやな。で、そこはね、めちゃめちゃ反応してんねんな、このドワイト。しっかり見てるわ。イタチがちょっといい感じにはまってくれる。これ、イタ倒させて終わろう。よし。ここ、イタ倒してもらって、チェイスは終えます。んで、まあ、釣ってるところに戻るんがいいかな。結構回るね。なんでチェイス判定切れんねん。よしよし。これ、ちょっと距離詰まった。これ、倒さんとあかんやろ。おぉ。マジ。おお、引っかかってくれた。予想外に倒せました。するか。救助来てないんだよ。あ、来てる。で、さあもう6釣りいってるぞ。残り5台でこれだいぶしんどいんじゃないか、生存した時に。んで、ぐるっと回ってこっちに逃げてると思うんやけど、どう思います？いないね。あの発電機そのまま触ったりするかな。触ってそう。いや、いないわ。イタチ入れます。はい。うん、地味に結構イタチ効いてるわ。いるわ。あー、見えない。もろこし邪魔。めっちゃもろこし邪魔。見えねー。見えない。あー、いた。気づいてるね、ちゃんと。猫でもつけてっかな。はい。モルコシがあるから向こうからも俺を見れないっていう状態になってたね。今度はちゃんと寸止めにしといてね。なんかドワイト回復する気なさそうなんかな。わかんねえな。やってるね。何なあ、あいつ。解除してくるね。もうやってんのか。はい、いた。とりあえず一発殴ろうかな。この人は凝視ゲージ全然溜まってないし。普通に終えるかな。あ、いいね。いた。早めに吐いてもらって。でやね。そことかやってっかな。どうやろう。スパーンしたいな。これ。バレた。まあでもなんか立って立ち止まってたよな。疲労でも回復してたんかな。今度板ないぞ。よしよし、ワンパンはいけそう。こっちはだいぶ向こうまで板ないべ。よし。で、あそこやってんねよな。ちょっと間に合うかな。釣ってからイタチ入れたい。戦慄。おお、3台やってんね。それぞれバラバラに生存者が発電機回してる。はい。よし、ここイタチ。よし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 。いいぞ。これはしっかり 20% 交代するでしょ。 OKOK。 でここでチェイス。ここのイタ次こそ倒させたいな。突っ込もう。とにかく突っ込む。ほい。倒さないな。次倒すっしょ。 OK でいい。これで救助来るよな。違う、回ろう。覗かれそうで嫌やねん。あー、どこ行った。いるね。チュッ。 OK。さあ、まだ超えて。おー、スマチャクかしなやかかなと思ったけど、ちゃうかったね。お、メメット。はい。オッケー。おっしゃ。
そうね、うるめめつけてたんやけど、生放送でゴーストフェイスやった時はめめんと決められへんかったから、今日はねしっかり動画で写真撮っていこう。めっちゃ釣りペース良くない？でも2台直っちゃってるけど、それで残りももう2釣りの人が2人いるもんね。いい釣りペースです。よしよし、この辺の板もないかな。よし、この人がラストやね。写真よ、撮影の時間です。 OK、 いいぞ。よっしゃ、いいね。ほんま可愛いメメンテやな。えぐいけど。よし、ただ今日のパーク構成とすこぶる相性が悪いメメント森。戦慄発動せえへんし、イタチも発動せえへんし、めちゃくちゃ相性悪いですね。釣りてーって思いながらメメントしてます。はい、そうか、メメントとの相性も考えんとな。はい、トンネルするときにね便利なんですけどね、絶対 DS 食らわないからさ、メメントね。で今回はトンネルもしてないから、本当にパークを発動させてないだけ。まあ、釣りに行くまでの時間が稼げるっていうのはあるかもしれんけど、メメントのねモーションが結構時間かかるからね。よっ、結果そんなに変わらんって感じがする。さあ、全部発電機見て回ったけどおらん。どこやってっかな。残り2人やから。あ、いた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 。無理やり追うか。ゲットこう。さあ、ウォール街のマッチで早く回復するんだ。やってるこれ。ここはやってない。レナートさんはこれでこの辺に。ん？あ、いた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 。お、はい、オッケー、よっしゃ。この人も終わりじゃなかったっけね。おっしゃ、メメントモーリー、新サバイバーとも写真撮影しっかり。いいね。だいぶ口歪んでたな。さあ、ラスト1ハッチ勝負いけるかな。メメントモリするとね速攻ハッチ湧くから、ちょっとサバ有利にはなんねよな。ハッチ勝負、ドゥーンってさ。あー、ちょ、やばない。あ、いた、やった。すぐ出ないから。今なんかこの上でしゃがんどったよな。さあ、完全に後ろ向いとったから、俺の顔見たら入ろうとしとたんかもしれんけど、見てる方向が違うかった。で後ろからフッて近づいてフッて閉めた感じで。いやー、これ裏かきましたね。してやったりやわ。あっちからすぐ出た方がええですよ。どっちから来るかわからんからね。特にゴーストフェイスなんか信用せえへんかもしれんねんからね。はい、というわけでカカシゴーストフェイス、特に序盤かなり生存者に気づかれなかったんじゃないかな。ここみたいなねトウモロコシのステージでもカカシの色だと、まあトウモロコシ畑にカカシ全然違和感ないから見つかりにくかったような気もします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。